部長はお前が出来役だと言った。それはやっぱり僕も記憶をなくしたことがあるからか。だと思う。だからあの子の気持ち実はわかるんだ。不安なんだよきっと。結局お前は思い出したんだ。うん。気にならないの？僕はまだ子供だったし、それに両親がそばにいてくれたから。そばにいていつも不安を拭ってくれてたから。だったら同じようにしてやればいい。同じ？同じようにそばにいてあいつの不安を拭ってやればいいだろう。ある。さっさとガキから記憶を引っ張り出せ。いつまでもビビって顔色伺うよりお前にしかできないことがあるだろう。うん、そうだね。ハル、ありがとう。別に、出なきゃ俺が困るだけだ。行くよ、頑張ってみるね。待て。鍵は目の前に。記憶をなくしたのに。どうしたの？お前、記憶をなくしたのっていつだ？あ、そうだ、16年前だあいつがスイッチの鍵だ。まさか倉林。おい、ちょっとお前どこ行くんだ。ここならもう大丈夫。ねえあんた、僕の記憶が戻らない方がいいと思ってる。そんなこと。僕の記憶が戻ったら僕は龍源に殺される。どういうこと？あの盗聴器を仕掛けたのがあんたじゃない。僕じゃない、絶対違うよ。なら頼みがある。え？ある場所に連れてってほしいんだ。そこで確認したいことがある。確認って？完全じゃない。だけどほとんどの記憶は戻ってる。あのクラブが元締めだってことは分かってんだ。こんなとこで油売ってる暇はねえ。でも今どこにいるんだ。体は問題ない。なら千葉君から話は聞いてるな。なんだお前を龍源の本捜査から外す。冗談じゃない。バカ野郎。やるじゃないからな。お前、自分の不注意を棚に上げて非常に走るのもいい加減にしろ。知りたいのか。他にもやることは腐ることあるんだ。なんだよ。マイクロチップの人物リストの一部所在が分かった。お前が本人確認に行け。柴君が持ってる。いいか、ハル。沢木がお前を狙っている以上危険な単独捜査は一切禁止だからな。忘れんなよ。狙ってる？そいつは違うな。何？あいつは殺す気ない。いつだって殺すか。でも殺さなかった。それに何だ？おい、ハル！何か隠してるんじゃないか。俺にもよくわからないんだ。本当にこの件に関係があるのかどうか。だけどあいつは言ったんだ。スイッチと。スイッチだと？おい！
リストは。どうして外されたことを言わなかった。言う暇があったか。こんなリストを確認してる間にあいつがまたいなくなっちまったら。俺はこの任務が無駄だとは思っていない。知ってるか、このリストデータが入っていたマイクロチップ俺と相棒があげたんだぜ。なのにその相棒をぶっ飛ばすわ、お前の首を絞めるわ、あいつらマジで最悪だよ。でもそれ以上に、なんだ、目の前で仲間がやられてんのに何にもできなかった自分が情けない。ただじゃおかない、絶対龍拳をあげる。だからお前も許せ。いちいち暑苦しいんだよ。そんな言い方。いいからリストよこせ。さっさとまたつけるぞ。おうよ、出やがった。スイッチだ。スイッチ、ああ伝説が手に届くようになってきやがった。沢木は春にスイッチと言ったらしい。沢木が、もし本当に龍源とスイッチが関係するとしたら、今回のこの事件で悲願を果たせるかもしれない。16年前の当たりたちのだ。やるぞ、絶対に。俺はやる。はい、急ぐです。どうだい、ターゲットを絞りました。間違いありません。物質の追記信号です。追記、まさか。記憶喪失の少年を監視するよう何者かからの指示を受けていた会話を確認しました。そうか、彼の銀行口座の出入金も確認してください。給料以外の入金があるはずです。分かった、すぐに手配しよう。それと彼には覚醒剤使用の可能性があります。車の中からドラゴンダイブと思われる包み紙。もしもし、磯部君、もしもし、もちろんだ。そっちは？ちょっとトラブルがあった。忘れてるわけじゃないさ。それで安心しろ、最後の日への準備は進んでる。分かった、ちゃんと用意しておいてよ。横浜だ。まだやってたんですか？でもスイッチまで通ったじゃないですか。ねえ、それ考えたら三好くんの方はどうなの？ただの使いっぱばっかですよ。まったく、もっと動き回りたいのに。嫌ならこっちに戻ってくれてもいいのよ。通常業務に手が回りきれてないの。じゃない。そうだ、例えばですよ、それって難しく考えすぎて解けないってことないですかね？そういう考え方もできなくはないわね。でしょ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 、うん、まあ確かにスイッチまでたどり着くのが早すぎるっていうか、簡単すぎたっていうか。でも美香さん解けませんでしたけどね。黙って。なら何なんです？例えばわざと簡単にしてあるとか。つまりこの暗号はむしろこっちに与えたい情報なんじゃないかってこと。